ふさふふ夜も更けてきたよねっていうことで、ドゥドゥン。前回の上磯ダム公園キャンプ場の帰りに買っちゃいました。買いました。美味しいんだこれが。絶対買うよね、うちら。うん、ご当地の食品を使ってね、キャンプに持っていくっていう。まず、はい、ちょっとドゥドゥン、バターチキンカレー。次に人気であろうキーマカレー。キーマカレーいいね。で最後、去年はなかったスープカレー、初めて見た。どれ食うか。じゃあ一番最初に食べたいやつ、一斉のでしよう。一斉ので、はい、じゃあ2つに決定。さよなら、スープカレーちゃん。漬け漬け待つ。いい焼き具合じゃない？おい、うわ、めっちゃいい匂い。ドゥーデデ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 デ。米最高。米じゃなくてな、カレーよカレー。いやもうカレーはさ、言わなくてもわかる。辛くないからさ。うん、あ、いい。あ、やっぱ函館といえばラッピー、ラッピーといえばハンバーガー。カレーは。お次はキーマカレー。でもやっぱ総じてね、既製品はうまい。既製品はうまい。本日のニューギアアイテム、今日ご紹介するのはドゥドゥン、キャプテンスタックオイルランタン。初めてのオイルランタンということで、点火式をしていきたいと思います。なるほどなるほど、点火していきますか。はい。おお、こうか。うん、いいんじゃない。いいじゃん、おしゃれ。ちょっとさ、消してみてよ。消してみますよ。はい。おお、エモい。これでさ、エモい。ご飯食べたいじゃない、おやつ食べたい。これはエモチーね。結構いいじゃん。めっちゃ面白いよ。半額で買い出し最高だね。楽天スーパーセール。イエーイ。今日は珍しくさきも早起き。この朝日見てさ、いい気持ちになろうぜ。じゃあ乾杯しよう。ラフテルに乾杯。ラフテル冒険しますか。私たちがいるのが早朝のイーストブルー。左手に見えますのはトンタッタの森でございます。作り込まれてるですね。みんなここの言葉はね、何々ですって言うんだけど、聞けよ。これはワンピースが大好きなオーナーがぜひ青生地気分を味わってほしいと置いた自転車らしいです。サウスブルーで、ここはウエストブルーと。ワンピース知ってる人からしたら結構面白いな。
女性専用おトイレ。ちなみにみちょぱってチョッパー好きだからみちょぱなんだよ。そうなんだ。そう、ワンピースファンだ。お、そしてここにはモナーが好きなジャンプ。お、しっかりラフテルのも載ってるね。お水皆さん持ってきた方がいいです。それとトイレットペーパーだよね。もちろん。シャンディアの森さん、コース工事中なんだ。またあれやってからのこれ何か分かる？ルフィの麦わら帽子。誰からもらったか知ってる？お兄ちゃんでしょシャンクスです。シャンクス、いてく。なんかまだこうしたってことがそうなんだ。朝のホットサンドタイム。本日使うのは食パン、アボカド、エッグ。まずは卵を剥きます。画面越しにやってるからね。ちょっと割れてる。ちょっとやってください。はい。まあ、いいか。アボさん。じゃあ。いいじゃん、いいじゃん。全部出しちゃおう。はい。めっちゃ美味しいよ、これ。ずしーん。今ホットサンドメーカーのプロって言われてるからね。どこの世界で？ワンピース界隈では。ワンピース海外？ワンピース海外？界隈。サンジ料理上手だよね。さっきが知ってるのはワンピース、ルフィ、サンジ、ゾロ、チョッパー、ナミ、ルイージ。ルイージ？ルイージ？イソップ、イソップ、イソップじゃねえ、ウソップだしです。大丈夫さ、前に進もう。インペルダウンオープン。え、何それ？ハリーポッター。ドゥドゥーン。めっちゃ上手。おい、お、はみ出してないな。おいしそう。これ最後切るのが重要なんですよね。だではどうぞ。いただきます。割と合う。おいしい。領収書もらったんだけど、10枚集めるといいことありますよって言ってた、うん、それってもしかしてポーネグリフ的な感じか？集めるとラフテルにたどり着くのか？何言ってるか分かんないって、うん、ごちそうさまでした。ぜほほほほほ、人の夢は終わらねえ。知らない。マジで何も知らねえんだな、うん、ワンピース見た方がいいよ。晴れっていいな、最高だ。いや本当にラフテルにふさわしい船なんじゃない？ロロ。いい天気や。帰りたくないよ。片付けますか。出航だっていう感じでね、海軍から逃げていく。じゃあ出航するか。さよ。
よなら。めっちゃ綺麗だよ。マジ緑。天気もいいしな。緑と青がすごい。お前らオールブルーって知ってるか？知らない。知らん。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。チェックアウトね。うん。さよなら。ありがとうございます。いやいいキャンプ場だった、ね、また来たい。また来よう。また来よう。それではまた来週。チャンネル登録と高評価お願いします。